皆さんこんにちは。蚊に刺された時は刺された場所を冷やすと痒みが抑えられるそうです。ダブルハンマーです。本日は様々なテレビ番組に出演するなど大活躍中の石丸伸二氏についてその発言を振り返ってみたいと思います。では行く。頭ポンポン。こちらは7月11日、グッドモーニング石丸氏が出演した際に話題になったコメントです。7月7日の都知事選直後の特番で元乃木坂46の山崎怜奈氏から質問された際に前提が正しくないなど厳しい対応をしたことに批判の声が出ているとして話題になっていました。そのことについて石丸氏が反省を交えて語った内容です。あれはちょっとかわいそうだったかなっていう。真剣勝負でこう切ったら相手は竹刀も持っていなかったみたいな。ただあれはもういっぺんあの場にいても同じ風にやっちゃう。それは女、子供に容赦をするっていうのは優しさじゃないと思っているから。もうちょっと優しく言ってあげればよかったのかな。もっとポンポンってやってあげる感じで。でも、それも失礼ですよね。やっぱりそれは失礼じゃないですか。相手もプロとしてあの場にいらっしゃるんだったら。この発言が話題となり、X で頭ポンポンがトレンド入りすることとなりました。ただ、話の流れとしては石丸氏は、相手が元アイドルだからといって優しくするのはおかしいよね。プロとして平等に対応するべきだよね。ということを言いたかったのだと思いますので、そこは誤解してはいけないと思います。単にナチュラルに出てきた例えが気持ち悪いとか差別的だと批判されているだけですね。そこを配慮できれば、話題になることもなかったのかもしれません。一夫多妻制。こちらは7月14日、そこまで言って委員会 NP での発言です。兵庫県明石市の元市長、泉房穂氏から、日本をどう変えていきたいか。と問われた石丸氏が人口減少の対策として一夫多妻制を導入するか遺伝子的に子供を生み出すと発言し、こちらも話題となりました。しかしながらこの発言に続けて、そこまでやらないと人口減少が止まらない、それをやろうとは思っていないと語っており、あくまで例え話であり少子化対策が難しいものだと続けています。これも例えが気持ち悪いとか差別的だと批判されているだけなので、そこを配慮できれば話題になることもなかったのかもしれません。私をトップに据えてくれるなら、7月14日サンデージャポンに出演した石丸氏は自民党をどう変えるかと共演者に問われると、私をトップに据えてくれるなら自民党に入ってもいい、でもないでしょうね。それくらい思い切れるなら、それはきっとこれまでの自民党ではなくなっていると語りました。これは石丸氏が自民党が究極的に終わっている、なぜもっとうまくやらないのか、限界なのかなという感想を抱いているということもあり、このようなコメントになったのでしょう。石丸氏からすると自民党を変えるというよりは自分がトップの党を作る方がいいという考えもあるのかもしれませんね。個人の感想です。もう二度と取材受けません。こちらは7月16日の公式石丸伸二の丸チャンネルミートアップオンライン11で語った内容です。4年後の都知事選に石丸氏が立候補した場合、以下違約。日テレは今回こういう態度を取ったから取材を受けません。TBS も一切シャットアウトです。って言ったら、ビビるでしょう。こら困った。これも話を聞いていると、言ったら、という過程で、だからメディアはちゃんとしなさいよ、と言いたいのかな、と私は思いました。ということはこれもたとえ話が極端だったということなのでしょうか。いやでも本当に取材を受けへんつもりかもしれへんわ。確信がないわ。言及すんのやめとくわ。街頭演説よりも精神が疲れる。7月20日、YouTube チャンネル沢ヤンゲームズに出演した石丸氏。YouTuber の沢氏は石丸氏と旧知の仲だそうで、都知事選の際も応援コメントや街頭演説に行ったなどのコメントを出していました。マリオカート対決は石丸氏の発案とのことで、レース中に沢氏から、2位で嬉しいですか?と聞かれ、愚問ですよ。と答える場面もありました。ゲームに負けた際には本気で悔しがり、229回の街頭演説よりも精神が疲れる。とコメントするなど、和やかなシーンを見せていたそうです。いや、本当に様々なところでご活躍されていますね。今回の動画のタイトルは、このマリオカート対決から考えさせていただきました。そりゃ怒るよな、同じ質問ばっかりでっていうのはあって。7月21日、ビートたけしのテレビタックルにおいて、ビートたけしさんから石丸氏のメディア対応について、理解を示すコメントがありました。ただ、石丸さんが政治で有権者をまとめていくためには、なんでそんなことわからねえんだっていうようなことまでも、ちゃんと誠意を持って答えた風にしないと、世の中って動かねえっていうか、あるよね。
確かに世の中には様々な人がいますから、すぐにいろんなことを理解してくれる人もいれば、なかなか分かってくれない人もいます。しかしながら分かってくれない人を程度が低い、勉強不足、資材不足と切ってしまうと、今現在理解してくれている人にしか話が通じなくなってしまいます。難しいことではありますが、今分かっていない人たちに分かりやすく広めていくことが多くの場面で大切なことになってくるのではないかと思いました。さて、最後はたけしさんからのコメントではありましたが、いかがだったでしょうか。切り抜きだ何だと言われてしまう石丸氏ではありますが、様々なメディアに取り上げられ、ニュースにもなっており、知名度は高まっていると感じられます。今後の具体的な政治活動については断言されていないものの、どのようなことをしていくのか、これからも注意して情報を集めていきたいところですね。最後に自前の広告が流れます。 Amazon で日々お得なタイムセールが実施されているのはご存知でしょうか。 PC 周辺機器、家電、日用品など様々な商品が期間限定で割引になっています。概要欄にリンクを貼ってありますので、お探しの商品がある方はぜひチェックしてみてください。今回の動画は以上です。よければ高評価、チャンネル登録をお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。